り発進シーケンスに移行します。メインアキュミレーターからのエネルギーフロー確立、対海域核壁第1層および第2層閉鎖開始。官能レーダーナビゲーターと接続完了。同調率30、60、100%。オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対海域核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセモム発進できます。もう引き返せないわよ。覚悟はいいわね。ああ、元より引き返すつもりはないんでね。この冒険開始って感じ、テンション上がるに決まってるっしょ。頼もしいわね。海域踏破船クリサンセマム発進。私がナビゲートします。各種計器正常値、バイデンも異常ありませんね。さあ、いいですか。家に帰るまでがミッションですよ。ここでの隠し場だ。いらっしゃい。いけつかないおっさんの声よりも格がいます。悪い、こっちの用事だ。物をしてないよな。みんなで帰りを待っていますからね。祈れ。祈れ。
全く無駄のない動き、お見事でした。何か？キャラバンにグレイプニル所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか？ここから先はグレイプニルの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱりその積み荷はグレイプニルの依頼品ってところか。大丈夫か？あんた、名前は？グレイプニル第六機械化大隊特別輸送管理連隊所属、クレア・ビクトリアスです。俺はユーゴ・ペニーウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。あなた方の働きに敬意を表します。ですが、無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅い子って与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。体調に異変はありませんか、クレアさん？ええ、海域濃度も許容範囲内です。問題ありません。海域の水深下が電子検視を整理していくと言ったのに、水に使えないんだろうね。
承知しました。準備できてるぜ。クレア、思ったよか、いい腕じゃん。それはどうも。それでは帰還して体を休めてください。ありがとう。ごめんね、心配かけて。僕はまだ戦えないけど、ほらこういうの拾ってくるくらいはできるから。部隊の先行を確認、十分に警戒してくださいね。ちゃっちゃと終わらそうぜ。祈りを捧げましょう。
に入ります。
せてやるか、うん、俺たちの力。ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。今の俺たちのこの状況のことさ、前に話したこと覚えてるか。俺たちはあの牢獄でじっと耐えてついに外に出ることができた。でここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出て俺たちがやるべきことは一体なんだ。当たらずとも遠からずか。俺はずっと心に決めてたことがある。ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだよ。だな。そして俺たちの港を作るんだ。全員で助け合ってお互いの夢を支える、そんな港を。けどそのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか。サンキューな。本当ありがとな。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。
異常はありません。作戦行動を始めてください。粛清の時間です。ちゃっちゃと終わらそうぜ。どこに行っても海域に食われた跡だらけか。この辺りか。はい、視認できますか。いた。クレア、待て。やつはエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。
動。なんだこいつ、いきなり。気を捨てろ、早く。くそ。ユーゴさん、聞こえますか？今の戦闘反応はどういうことです？ユーゴさん、目的を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信つなぎます。イルダ、これから対象に変わる。話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルダ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。その点については謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。手加減をした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね？いいだろう。バランからの返答来ました。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃああの人は一体誰なんです？エイミー、周辺の海域濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。って、お、ま、何してんだ。彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら。言ったはずだ、私をバランへ。ルルという名前のエイジは存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど帰ってきた答えは、ルルという人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけどあなたは。そうか、これってどうなってんだ。私は捨てられた。
エリア情報の送信を開始。サポートは任せてください。仕事の時間だ。悪しき者どもに裁きを。Yeah.
ば当然か。さあ、祈りの歌を歌いましょう。祈り十分よく戻れるな。回収ポイントの確認もお忘れなく。あなたたちさえよければ彼女は私の船に迎えようと思っているわ。なんかヤバそうじゃなかった？あ、いや俺は別にいいんだけどさ。帰るところが突然なくなったんですよね。俺は賛成だ。あいつは強い。エイジにとってそれは替えがきかない価値だ。はいはい、俺アクセルトリガーの解析させてほしい。私も賛成です。というかいつものことですし。ありがとう。みんなこれから彼女の意思を確認してくるわ。意思ね。散々言いなりにされてきたエイジにそりゃちょっと酷なんじゃないなあ。おっと、お前意外と厳しいな。俺もこいつと同感だ。どんな理由があろうと自分の未来を決めるのは自分だ。そっか、そうだよな。自由ってある意味そういうことなんだよな。私は自由、私の意志。私には差し出すものがない。彼らが言った通り、あなたはもう自分の思う通りに生きられる。ここへ来たということはあなたは何かを決めてきたんでしょ。私はここにいてもいいのか。ただとはいかねえよな。お前のそのアクセルトリガーっての俺にも使わせろ。だがこれは未完成で。なら我々が完成させるわ。あなたは戦力と技術の提供を、我々は見返りに清潔なベッドを提供する。どうかしら。いいのか。よし、今日はパーティーだな。夜通しトランプやろうぜ。お前ポーカーできるか。ああ少しなら。よし決まりだ。兄ちゃん、俺は遠慮させてもらうよ。アクセルトリガー解析したくてずっとうずうずしてたんだ。お前はいつも付き合い悪いよな。ちょっとは空気読めよ。兄ちゃんには言われたくないよ。あ、じゃあ他の連中は強制参加いいな。しょうがねえな。
たまにはいいわね。完了したんだ。てか早っ。お前徹夜したのか。ヌルが使ってたやつだよな。あれは結局何だったんだ。よくぞ聞いてくれた。アクセルトリガーは簡単に言うと、特定条件下において発現した人気使用者の意思エネルギーが体内のオラクル細胞を経由して抽出されて腕輪に集積。腕輪に装着されたブースターがそれを増幅させて人気と肉体に同時的にフィードバックすることで即時的に能力向上を図るオラクル細胞の主観的霊気システムなんだ。長え。つまり戦闘中にある条件を満たすと体の中のオラクル細胞の力が解放されるってこと。いやー、バランの連中もなかなか粋なもん作るよな。俺らの中にあるオラクル細胞ってすっげえヤバくねえか。それもちろんすっげえヤバいよ。下手にオラクル細胞を起こしたら体が内側から食われちまうからね。なんで嬉しそうなんだよ。まあまあ、要はヘマしなきゃいいってことさ。ルルが持ってきたのはキャリブレーションが足りてないから危なかったけど、みんなの人気に装着するやつはしっかり調整するから大丈夫だよ。あ、解析終わったばっかだろ。もう俺らのにもつけるのかよ。いや、使いたいって言ったのは俺だけどさ。生き抜くための武器は一つでも多い方がいい。そうだろ先輩。おいおい、マジかよ。ひとまず一番安全で簡単に発動できるのをつけといたから、次の戦闘で試してみてよ。ミッションはもう発行しといたからよろしくな。抜かりねえな。You know what?
ちをかけましょう。くたばりそこないね。賛美を。ずいぶん楽をさせてもらったな。皆さんなら私のサポートなんてなくてもへっちゃらかもしれませんね。祈れ。おかえりなさい。今日もバッチリでしたね。バイタル正常、各種計器異常なしと。ヒースさん、どうぞ。そうじゃ早速アクセルトリガーの運用試験を始めるよ。ルル、調子はどう？ああ、問題ない。心なしか、前より体に馴染んでいる。だろ、調整した甲斐があったってもんだね。じゃ、こっちは気にせず、ガンガンアクセルトリガー使ってみるよ。
断はするな。安心できた。もっとやりたい。こんなの初めてだ。お帰りなさい。体に違和感があったら言ってくださいね。始める。粛清の時間です。ユーゴさん、登録対象の改めて接触すでに開始。承知しました。
冷やせ。回復に専念しろ。ファイ
目標達成か。さあ戻ろう。最終ポイントの確認もお忘れなく。熟成しよう。よっ、祈れ。まさかここで出くわすなんて。事前に見つけられただけでも幸運だったと言うべきかしら。海域シュワラガミか。海域発生とともに現れた新種の荒神よ。それまでの荒神とはまるで性質が違うの。奴らの攻撃はかするだけでも致命的だ。その上奴らの捕食は普通じゃない。ゴッドイーターの感応能力を奪い、そして自らのオラクル細胞を爆発的に増幅させる。彼らはバーストするのよ。あなた即死不可避。それが奴ら海域シュアラガミの看板だ。今の私たちにできることといえば祈ることくらいよ。どうか海域シュアラガミと遭遇しませんようにって。機能の推移、コサ範囲内、ミッションを開始してください。祈りを捧げましょう。始めるか。祈れ。祈れ。
しました。あまり以前活発に行動敵的に対して、よくぞ務めた。気を抜くな、このまま出せ。対象活性化開始、ハウンドワン気をつけてください。私に続くがよい。気をつけろ。Thank you.
荒神が驚くほど存在しません。ちょっと待ってください。これは皆さん、緊急事態です。急ぎ帰投。祈れ。何があった？この反応は怪奇種荒神です。距離6マイル。怪奇種荒神だってマジかよ。データベース照合、一致するデータなし。これは未知の怪奇種荒神です。回答後最大戦速で原領域を離脱。とにかく逃げて、ここから離れるの。ダメです、振り切れません。怪奇種荒神、接敵します。なんですって。後部コンテナに衝突、一部が破損した模様。うちの荷物に何の用があるっていうの。コンテナが必要に狙われています。これ以上は持ちません。クレアの声か。コンテナ大破、怪奇種荒神が侵入します。冗談じゃねえ、行くぞ。大丈夫か。コンテナが。バカ野郎、てめえの心配しやがれ。そんなもん後で考えろ。コンテナを守るのが私に課せられた仕事なんです。そのコンテナの中に怪奇種荒神が入ってきたんだよ。迂闊に手を出すな。そんな。大丈夫か。おい、起きろ、生きろ、頼む、頼む。お、生きてるか。目覚めたか。はあ、焦らせんなよ。ったく。オーナー、今目覚めました。はい。おいおい、無理すんなって。お前3日も寝てたんだぜ。
すっかりみんなのマスコットですよ。まさかグレイプニルからの依頼が人運びだったなんてね。やけに気前のいい報酬だと思ったのよ。一杯食わされたわ。あの子が人ね。怪奇種アラガミ襲撃の際、コンテナ内で強力な感応現象の発生が記録されていました。あの子がその中心にいたことを考えると、この目で見たよ。あの子の力でこいつの傷が癒えていった。人間にできることじゃないことぐらいはわかる。ねえクレア、ここにいるのは皆関係者よ。知っていることを話してもらえないかしら。海域に対抗する人類の希望。はあ？コンテナに積まれた荷物は未来を担う力であり可能性なのだと。人類の希望？グレイプニルがそう言ったのね。てっきり私は新型の人機か何かかと思っていましたが、ともあれコンテナの中身を届けることが私の任務です。オーナー、航路を取り直し作戦本部に向かってください。ちょっと待てよ、この子を実験台か何かにする気か？そりゃねえだろう。この子はこいつの命の恩人だ。責めるなジーク、それがクレアの仕事なんだろう。そりゃそうなのかもしれないけどよ。我々も契約は果たすわ。予定通り作戦本部に向かいます。だけどすでにこの子はコンテナから外に出てしまった。輸送中の事故とはいえ私の船の乗客になったことに変わりないわ。我々の管理下に置かせてもらう。クレア、いいわね？私の仕事は彼女を無事に送り届けることです。輸送の過程について具体的な命令は受けていません。はい。あのさ、あの子とか彼女とかやめない？ん？呼び名決めましょうか。か、顔は。どんな名前がいいんだろうな。俺はこういうの苦手だから決めてくれ。フィム。お、一発で気に入った？悪くないんじゃない？フィム、可愛らしい響きね。フィム、フィム、うん、呼びやすいです。フィム。喜んでくれてるの？フィム。